はようございます。特急便です。2023年9月21日朝8時半です。まあ自分で動画撮るようになりましたね。あの YouTube の関連動画にも、Uber のことが出てくるようになったんですよ、自分の方ね。で、それ見ると、1日80件以上配達した配達員に聞きましたとかね、100万円の人に聞きましたとか出てくるんですけども、まあそれは本当なんですけどね。で、それからあと100件以上やりましたとかあるじゃないですか。ただ100件を超えてくると本当かもしれないし、嘘の人も入ってきますから、それはちょっと気をつけた方がいいです。で、100件以上の人の中に、自分の情報商材とか、売りつけたいがために、そういうのを偽って、発表する人がいますから、それは気をつけた方がいいです。あとですね、私の動画とか見てくださってる方の中には、自分の売り上げが今ちょっと良くないんで、研究したいっていう人いると思うんですけども、あんまり、高すぎてっぺんの人を参考にするのは良くないかもしれない。というのは売上自慢する人はいい時しか言わないし、あと皆さん場所によっても全然条件が違います。で、この間北九州のカリスマのはじめさんって人に会ったんですけども、その人が10時間やって35件っていう話で、ああすごいなって僕は思ったんですけども、他の地域の方と都心の方はそんなこと思わないでしょ。で、北九州だとそれがもうすごいんです。だからそのはじめさんの、8掛けぐらい7掛けぐらいやってればまあ十分かなっていう感じです。で、 Uber の公式が時々発表してるんですけども、だいたい皆さんの平均売上はその地域の最低賃金の 1.2 倍ぐらいになります。で、東京だったら、今最低賃金から計算すると1340円ぐらい。で、今私がやってる福岡だと、1130円ぐらいかな。で、それ1年を通して平均でそのくらいになればいいんで、閑散期の春と秋、神崎ご存知ない方もいますね。春と秋、Uber どうしてもダメになっちゃうんですけども、で、そういう時期は、その、平均よりちょっと下がっても問題ないです。ですので、あんまり高い人の、実績だけ見て、ああ、僕ダメだな、私ダメだなと思わないで、で、平均の数字を見て、それより下がっても、まあ問題ないかな、ぐらいに考えてた方が、まあ心が穏やかでいられます。1軒目立町に来ました。次9分10分入ってますんで続けていきます。2軒目カナダです。1軒目 5.3 キロ取ってしまったんですけど、まあ自分好きなんでね、5キロ6キロいい運動になるんでやっちゃうんですけども、件数考えるとやっぱり取らない方がいいですね。で、2件やった時点で運転時間の使用率が 67%、 かなり高いね。何分かは入ってこないでしょう。ホームの下伊東津公園です。多分鳴らない時間入ってると思うんで、いつもの、鳴りポイント兼休憩所に戻ってきてしまいました。ちょっとここで休みます。新高田に来ました。多分1年半ぶりくらいに来ましたね。多分ですが、バットをつけられたと思うんだけど、バットつけられると1年間その人に配車されないんですよね。そのお客さんに行く配車は原則なくなるんで、そのせいだと思います。で、1年間終わって、バットの門が開けたみたいになって、それでまた配車されたということです。配達4件目終了しました。今が運転時間の使用率が 53%、 ちょっと高いけど昼時間帯だったらなるかな。なりポイントに戻ります。現金集金の仕事ばかりしてると
残高がマイナスになる時があるんですけども、こういう時はならなくなっちゃう可能性があるんで、どんどん入金していきます。先ほど初めて、あ、もしかしたら YouTube に出てる方ですかって方に配達員さんにお会いしたんですよ。で、僕それ準備してて、あ、どうも私特急便です、こんにちは、でやろうかなと思ってたんですけど、やっぱりね無理ですね。脊椎反射的にやっぱりね腰が曲がっちゃう。どうも特急便です、よろしくお願いします、どうもってヤマダ電機の黄色とか赤の発表を着た人みたいにニコニコしちゃってね、あ、どうもいらっしゃいませ、どうも特急便ですってなっちゃいますね。堂々とはできない。5件目終了、イポリです。次 3.9 キロ入りましたんですぐ行きます。6件目、12時の時間指定届けましてカナダです。相変わらず運転時間順調に消化してまして 54%、 ちょっと自分の実力としては高すぎなんで。7件目、次第前ドロップです。2時間ぐらい幼稚園の送迎バスの運転手さんと話し込んで、その間全然鳴らずに時間だけ経過しました。で、オンラインタイムに対する運転時間の利用率が 36% まで下がってきまして、多分そのくらいが僕のレベルですから、もうすぐ鳴る順番のはずです。まだ鳴らないかもしれないけど、順番的にはもう時間が迫っています。はい、昼飯食いました。これからまた小倉方面に戻ります。初めてサイン場に来ました。少しサイン場に待機です。なるかどうかわからないけども、トータル3時間ぐらいかな、なっていませんでしたけども、これから次行きます。8軒目、立町終了です。小倉城待機です。カナダに来ました。9軒目終了です。霧雨ですけども、ちょっと寒いです。久しぶりに雨そびです。10軒目カナダです。次入ってます、すぐ行きます。10軒目、1回中心戻りましてカナダまでドロップ持ってきました。12軒目すぐ行きます。12軒目ミハギノです。13軒目河原口です。あと15分ぐらいで10時間です。今1件来たけど、ちょっとどうかなと思って受け検しちゃいました。次待ちます。で、運転時間の利用率が今 42%、自分の今の足跡の付け方からする実力よりちょっと良すぎるんで、最後ならないかもしれない。大手町まで戻って10時間経ちました。終了です。ここまで13件やりました。運転時間の利用率が 41%、 昨日までの平均が 35% ですから、多分今の私の足跡付けの実力が 38% ぐらい、運転時間が 38% より落ちるとなるし、それ以上上がると鳴り止むということになります。最後まで見ていただいた方、どうもありがとうございます。また明日も頑張ります。さようなら。